イパーレッチャーファブリックのような今後が期待できる技術のドキュメント翻訳は、新しい技術に触れると同時に英語にも触れることができます。私はその両方を同時に学習できるいい機会だと思い、この活動に参加しました。日本ではまだ数が少ない他のファブリックのエンジニアの方とつながりができました。日本語翻訳チームは様々なテック企業の方と一緒に活動しています。中にはファブリックの開発者の方もいらっしゃいますので、英語でだけでなく技術的な観点からもとても安心感があります。日本で生活していると、日本語でないとファブリックの情報を探すことが難しく感じることがあります。翻訳されれば、普段使い慣れた言葉を通して技術のコンセプトや背景から理解されやすくなって、企業がファブリックを採用するための門戸を広げることができると考えています。翻訳のスピードアップと翻訳に関する異なる視点が必要です。ファブリックは活動が活発でドキュメントの量が多く、更新頻度も高いので、全てをカバーするのがなかなか大変です。翻訳そのものについても、日本語にないものをどう言葉に置き換えるかという議論があります。そういった場合に、いろんな人の意見を聞くことでより良い判断ができると思っています。ブロックチェーン技術に興味を持つ人が徐々に増えている実感はあります。ファブリックやハイパーレッチャー全体を知りたいという人に出会ったり、最近はイベントへの登壇依頼もありました。また Linux Foundation Japan の紹介で、情報通信研究機構さんの AI を用いた翻訳ツールとのつながりもできました。技術ドキュメントを効率よく翻訳するノウハウを蓄積して、ファブリックに限らず技術英語の翻訳が必要なところへの助けになればと思っています。